こんにちは。私はですね、工場を持ってるんですよ。どんな工場かっていうと、YouTube っていう工場ですよね。この YouTube っていう工場は、そうですね、一動画平均2万円ぐらいを私にもたらしてくれてるんですよね。こう聞くとちょっと分かりにくいかもしれませんけども、これね、実は億万長者合宿の、前身であるイリュージョンっていうシリーズでもお話してるんですけども、私の立てた売り上げ割る動画の本数で計算すると、動画1個あたりがですね、2万円という価値になっていることに気づいたんですよ。どうですかね、今はその数字変わってると思いますけども、もうまあ同じという仮定でいきますよ。私の動画ってのは1本作ると2万円を私にもたらしてくれるんで、そりゃ作るでしょって話なんですよ。10本作ったら20万ですよ。だからね、私の動画が工場ですよってのはどういうことかっていうと、1つ動画を作ると2万円を生み出してくれる工場を持ってるってことなんですよ。っていうのは、私がね、サイトをね、1万数千個作った時、1万4千個ぐらい作った時に思ったのも全く同じ発想で、1個サイトを作って毎月30円私にもたらしてくれたら、1万個あったら30万だよねっていう発想なんですよ。だから30円1ヶ月で稼いでくれるサイトを1万個作るっていう発想なんですよ。ただ30万円じゃないですか。それはですね、しかも死んだ後もそれをやってくれるんですよね。 YouTube にしてもサイトにしても、すごく良くないかなっていうことなんですよ。で、私がサイトから YouTube に移行したのはなぜかっていうと、サイトっていうのはそのアフィリエイトリンクを貼り替える作業っていうのが必要なんですよ。だから労働が継続型労働なんですよね。これはだから出勤するのと一緒です。サラリーマンをやるのも、バイトをやるのも、それからアフィリエイトリンクを貼り替えるのも、本当に全く同じだと思ってたんですよ。ただ YouTube っていうのは、出しとけば広告は自動的に貼り付けてくれるんですよね、AdSense。YouTube に移行するしかないなと思って、YouTube になってってことなんですよ。だから吉田さん言われてたように、今すぐ自分の資産を持とうと思ったら、YouTube がまず一番最初に入ってくるんですよ。どっかに出勤して働くっていうのは、それはね、誰かのビジネスの所有物になりに行ってるってことなんですよ。だって出勤して働くじゃないですか。8000円もらえるじゃないですか。例えばね、8000円もらいました、ニット。次の日何もしてないのに8000円もらえますかって、もらえないんですよ。でも会社としては従業員の入れ替えはあったにしても、ずっとそのビジネスがあるってことが資産化してるんですよね。で、しかも30年ぐらいやって、10年でもいいですよ、10年やってその会社を潰しましたって言っても、10年間会社をやったっていう信用資産っていうのがオーナーにはついてもあるんですよ。でも従業員さんっていうのは、ここで働きました、あそこで働きましたっていうのは資産にならないんですよ。もちろん履歴書に一行書けるっていうところはありますけども、それが資産を生むかっていうと、かなり厳しいようなね、気がしますけどもね。ということで結論、 YouTube をやってくださいってことです。そしてここはね、吉谷さんと考え方を等しくするんですけども、億万長者合宿をね、ここまで何千話と見ていて、そして私の動画、吉谷さんの動画をずっと見ていて、プラス金持ちになりたいっていう人が YouTube をやってないってことは、金持ちになるセンスはないです。これはもうね、単なる視聴者として時間を搾取されるだけの人生が始まってきます。そう思った方がいいですよ。本当にやらないとやれないですよ。私がね、家を買ったのも YouTube と Facebook を使ったからです。それ以外はないですね。私が店舗をやってた頃っていうのは、完全に私はビジネスの所有物になってました。ビジネスってものが一人歩きして、私を使いこき下ろしてたんですよ。で、消耗させて、ついには私の人生を殺していたかもしれませんよね。今は逆です。ビジネスが私の支配下にあります。以前はビジネスの支配下に置かれてましたけども、今はビジネスは私の支配下にあるわけですよ。で、そういうふうな形でね、考えていけばいいんじゃないかなと思います。 YouTube をあなたの支配下に置いてください。それでは以上です。